水は事実上どこにでもあります。土壌の湿気や標榜から私たちの体の中の細胞まで居住地肥満指数年齢そして性別によりますが平均的な人間は55%から60%は水分でできています。 生まれたての赤ちゃんはもっと水分を含んでいます。75%が水分なので行ってしまうと魚に近いです。しかし、1歳の誕生日を迎えるまでには、耐水分率は65%まで減ってしまいます。さて、水は私たちの体でどんな役割を果たしているのでしょう。そして、健康でいるためには、実際どれくらいの水を飲む必要があるのでしょうか。私たちの体内の H2O は、 関節を衝撃から守ったり、滑らかにしたり、体温を調整したり、脳や脊髄に栄養を与えたりします。水分は血液中にあるだけではありません。大人の脳と心臓は約4分の3が水分です。おおよそバナナと同じ水分量です。肺は83%でリンゴに近いです。一見乾いているように見える人の骨ですら、31%が水分です。 私たちがそもそも水でできており、水に囲まれているならば、なぜそれでもたくさんの水を飲まなければならないでしょうか。私たちは毎日、およそ2リットルから3リットルの水を発汗、排尿、排便、そして呼吸からも失っているのです。これらの機能が私たちの生存に不可欠な一方、水分の喪失を補充しなければなりません。バランスのたれた水分量を保つことは、脱水状態や水分過剰状態など、健康に悪い影響を及ぼすのを避けるのに不可欠です。 水分が不足している状態を察知すると脳の視床下部にある浸透圧受容体が氷尿ホルモンを分泌するよう信号を出します。氷尿ホルモンが腎臓に達するとアクアポリンという水チャンネルタンパク質を合成させ血液中に水分を再吸収保持させます。結果濃度の高い色の濃い尿が出るのです。脱水状態が進行すると元気がなくなり気分肌の水分血圧の低下が思考力低下とともに発現します。 脱水状態にある脳は、正常の脳と同じように機能しようと一生懸命働きます。また、水分不足により一時的に縮小さえします。水分過剰、あるいは低ナトリウム結晶は、短時間で大量の水分を摂取した際に発生します。アスリートは、よく水分過剰状態に陥ります。なぜなら、極限状態での水分レベル調整が非常に難しいためです。脱水状態の脳が、 抗理尿ホルモンの生成を促進するのに対し水分過剰状態の脳は血中へのホルモン分泌を収めあるいは止めます体内のナトリウムがが薄ままり、細胞が膨らみます。深刻な状況では腎臓が十分な量の薄まった尿を生成することが追いつかなくなり水中毒が始まり頭痛嘔吐を引き起こし最悪の場合痙攣や死に至ることがありますしかしそれは非常にまれなケースです 普通の日常レベルで見れば、健康的な水分調整機能を保つことは、きれいな飲み水にありつける、高温な環境にいる私たちにとっては簡単です。昔から一日コップ8杯の水を飲むのが良いと言われています。その見積もりは以来、微調整されています。現在では私たちが摂取すべき水分量は、体重と環境に大きく左右されると言われています。 推奨される1日の摂取量は、男性の場合2.5リットルから3.7リットル、女性は2リットルから2.7リットルです。ただしこれは健康であるか、活動的であるか、年を取っているか、または気温によって上下します。 水が最も健康的な水分補給源である一方、他の飲み物、例えばカフェインを含むコーヒーやお茶でも水分補給を行うことができます。そして食べ物に含まれる水は私たちの一日、水摂取量の5分の1を占めます。野菜や果物、例えばイチゴやキュウリ、そしてブロッコリーですら90%以上が水分で水分補給と同時に有益な栄養素、食物繊維を摂取することができます。十分な水分摂取は長期的に見て様々な利点があると考えられ ています研究結果によると最適な水分補給は脳卒中の発生率を下げ糖尿病の管理を容易にしある種のがんの危険性を下げる可能性があるとされていますどのような形であれ適切な量の水分を摂取することはあなたの感じ方考え方そして日々の働きに大きな違いをもたらしますチャンネル登録して知識欲を満足させよう学ぶことがあまりに多くて驚くかもしれません